はい、ビジネスで一番大事なことは何だと思いますか。ビジネスで一番大事なところはね、やっぱりね、競争優位性ですよ、うん、競争優位性がね全てですよ、うん、結局ね、あの市場って大きなマーケットがあって、その中でね、いわゆるシェア占有率を競うわけなんで、競合他社よりどれだけ優れた付加価値ビジネスだったり、そのなんだろうな、競争優位性があるかっていうのが大事なんですよ。これが大事、これにつきますね。タオ汁だったらね、フルーツ青汁にしてみたりとか、芸能人使ってみたりとか、よそがやってないような付加価値つけまくったんですよ。で売れたって感じです。だからもう競争優位性が命ですね。